はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、大阪の吉村知事がですね、えー、あの、大阪はも詳しくないですけど、ゴミの島にですね、夢図っていうらしいんですけど、えっ、ー、と、ゴミの島にですね、えー、リゾート地、カジノを含むリゾート地を作ろうとしててですね、ちょっとびっくりしたっていう話で、ああ、まあ、大阪なんでね、カジノ作りたくて、しょうがない大阪ですけど、 はい、え、リゾート地って言うとですね、こんな感じなんですけど、まあ、大阪、日本中でですね、こんな感じの方が作れるとしたら、沖縄とかですね、あっちの方ぐらいなのかなと思っちゃうんで、まあ、ちょっと大阪でこれはちょっと無理なんですけど、えー、ま、せめてこんな感じも、でもですね、あれですけど、リゾート地がですね、えっと、ゴミ、ゴミのですね、最終処分場かなんかでですね、 えー、作ろうとしてるっていうことで、はい、えー、まあ、ちょっと、大阪の人だとですね、当たり前の話なのかもしれないですけど、ちょっとびっくりしまして、はい、まあ、えっ、ー、と、おなじみのですね、パタパタでやるんですけど、えー、経済をですね、強くしたいんですよって言ってですね、えー、言ってるんですけど、えー、夢図はですね、ゴミの島なんで、 ゴミの最終処分場でしょって言っててですね、えー、その後ですね、このおばさんが、えぇ、ー、何ですかね、えー、吉村知事のですね、助け船を出すっていうか、ゴミの、ゴミの島の話はまずいから他の話にちょっとそわしたみたいな感じのところがあってですね、まあそんな印象を受けたんですけど、はい、えぇ、ー、 ま、あ、リゾート地なんでね、まあ、うん、まあ、まあ、大阪のみって言ったら汚いのかもしれないですけど、はい、まあ普通はですね、あんまり、ゴミの埋め立て地にですね、行きたがらったりはしないんで、その、えー、っと、もうですね、まあそうし、候補地はもうあそこしかなくて、 まあ、もうあそこに作るっていうのも決まってるから、もうゴミがどうとかこうとか言ってても、作る方法でしか考えられなくてですね。で、まあ、えー、まあ、こう、抗菌中とかですね、えっと、カジノ利権とか、そんなのしか頭ないのかな、みたいな感じで、ちょっと、そんな印象を持ちましたう、ということで。で、えー、そうせす、ね、か、カジノカジノ、 まあ通称火事の法案なんですけど、リゾート地をつく日本にもですね、作ってみようじゃないかみたいな、景気のいい頃の話なんで、で、多分ですね、あれが通ってですね、作るってなると多分国から多分、ジャブジャブに金が入るから、それをですね、えぇ、ー、ちょっと違うかもしれないですけど、ポッポッケに入れるとかですね、みんなで山分けするとかですね、なんかそういうような頭しか、頭がすごくてですね、 で、そう、作るは作ってですね、その後成功するしないはもう、どうでもよくて、っていうのとですね、やっぱりあの、賭博はですね、儲かるんですよ。あのー、そうですね、パチンコ屋さんでですね、あのー、夜中にこう、頭抱えて出てくるような人とか、や、山ほどいますんで、あの、競馬場とかでですね、発狂してるような人とか、山ほどいるんで、 賭博はですね、儲かるんですね。はい。で、えー、ま、印象ですけどね、あのー、お金をポッケに入れることとかですね、えー、カジノ利権でお金をポッケに入れることとかですね、そういうのしか頭になくて、なんかいいものを作ろうとかですね、あのー、 作った後、その後、上手に運営していくとかですね。なんか、そういった意識がですね、あまりない、もうその、お金が動く時に、こう、近づ、近づいてきて、あの、僕も手伝うからって、ポッケにお金を入れて、こう、サーッと去っていくみたいな。で、その後、えっと、成功しようが、失敗しようが関係ないみたいな。あと、まあ、カカジノ作って、カジノは儲かるんで、その、 自殺する人とか、たくさん生み出せば、その、どん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 、まあパ、パチンコ屋さんと一緒ですよ。ちょっと待って、パチンコ屋さんと一緒って言うとちょっとあれですけど、損ずする人がいてですね、えー、やっぱ、も元っていうか、運営会社は儲かるんで、はい、まあ、はい、まあ、うん。 はい、まあ、大阪なんで、まあ、なかなか候補地ないんでしょうけど、はい、えー、ゴミのところにですね、えー、リゾート地を作ってですね、で、なんかこう、まあ、に、日本、日本で金かけて作れば、まあ、ある程度感じよく作れるとは思うんですけど、えっと、この下がですね、ゴミが山ほど埋まってるとかですね、なんか注射器とか埋まってるとか考えたらですね、あんまりこう、 楽しめないような気がするんで、どうかなみたいなのをちょっと思ったってことで。はい。えー。大阪の方頑張ってくださいってことで。はい。以上です。